さあさあ、今回もプロ野球選手解説、始めていくよ。35回目の今回は、大学ナンバーワン投手と評され、ドラフトにて8球団の競合となった選手の紹介になるよ。その選手とは、近鉄、中日、楽天に在籍していた、小池秀夫選手だよ。何気に前回の愛工選手の時にも少し出ていた選手、早速解説始めていくよ。小池秀夫、1969年3月18日生まれの51歳、愛知県一宮市出身の元プロ野球選手だよ。引退後は芸能事務所のプルーマサに所属しているよ。長野県の武蔵工業大学附属、信州工業高等学校に野球留学したが、甲子園には出場できなかったよ。高校卒業後は亜細亜大学に進学。東都大学野球リーグでは、1988年春季リーグ戦に頭角を現し、チームを2位に押し上げ初のベストナインに選出されるよ。4年生の時の1990年には春秋季連続優勝したよ。春季リーグでは当時のリーグ新記録となる、シーズン111奪三振。直後の全日本大学野球選手権大会でも、決勝で東北福祉大の小坂と投げ合い、2対1で新勝、優勝を飾るよ。また同年の日米大学野球選手権大会、日本代表に選出され日本の勝利に貢献、最高殊勲選手賞を獲得したよ。また第31回ワールドカップ、日本代表にも選出されているよ。同年の明治神宮野球大会は、準決勝でエース杉浦を擁する同志社大に3対4で惜敗。リーグ通算63試合登板28勝14敗、防御率 1.45。最高殊勲選手に2度、最優秀投手に1度、ベストナインに2度選出され、大学ナンバー1投手として注目されたよ。また大場が従来のリーグ記録とされていた、松沼の通算376奪三振を更新した時点で、小池が通算394奪三振を挙げていたことが判明し、記録が訂正されたよ。大学同期に高津、川尻の両投手がいたよ。同年のドラフト会議では西武、ヤクルト、阪神、ロッテ、中日、広島、日本ハム、近鉄の8球団が小池を1位で指名したよ。その結果、1989年の野茂と並ぶ8球団競合指名となったよ。抽選によりロッテが交渉権を得たが、小池は入団を拒否して、松下電器でプレーすることになったよ。またドラフト当日ロッテは当初、湯船を指名する意向だったが、監督だった金田が、チーフスカウトが書いた提出用の用紙を取り上げて、小池を指名したという逸話があるよ。1991年の都市対抗に出場。準々決勝に進み先発を任されるよ。東芝の杉山と投げ合うが、タンバラを主軸とする、強力打線に打ち込まれ大敗を喫するよ。その後は故障もあって、プロからの評価を下げてしまったそうだよ。1992年のドラフト会議では、小池はどの球団の指名でも入団する姿勢を取り、近鉄バファローズから1位指名を受けたよ。1年目の1993年シーズンは開幕から1軍に上がり、5月には先発として起用されるが3勝に終わるよ。1995年には20試合に先発して3完投、4勝を挙げプロ入り初の規定投球回もクリアしたよ。1997年には、この年就任した小林茂投手コーチの助言で、フォーム改造した結果、開幕3試合目にロッテから初完封勝利、その後も好調を維持し、15勝6敗でリーグ最多勝投手となるよ。同年9月には月間 MVP も獲得。1999年シーズンには開幕から4連勝し、オールスターゲームに初出場。同年のシドニー五輪の予選に日本代表選手として参加。決勝リーグ最終戦では韓国を相手に先発、5回を無失点に抑えるよ。また同年のシーズンオフに佐野、吉村と共に門倉、小池、アズセとの交換トレードで、中日ドラゴンズへ移籍。移籍1年目の2000年のシーズン序盤は、先発として起用され4勝を挙げるが、その後は打ち込まれる試合が続いたよ。2001年シーズンは登板機会がなく、シーズン途中にはトレードを志願し、同年のシーズンオフに戦力外通告を受けるよ。中日在籍時は、兵庫県の自宅から新幹線で通勤していたとのことだそうだよ。2002年シーズンには古巣近鉄に復帰。投球フォームをサイドスローに変え、先発から中継ぎへ転向。2003年シーズンにはリーグ最多の65試合に登板したよ。2005年シーズンからは、分配ドラフトにより楽天の所属となり、フォームもオーバースローに戻したが、目立った成績を残すことができず、同年のシーズンオフに戦力外通告を受けたよ。2005年シーズンオフに、楽天から戦力外通告を受けて去就が注目されていたが、2006年3月、社会人野球の野茂ベースボールクラブに、高知県民投手として入団することが突如発表されたよ。
同年は古巣近鉄の本拠地大阪ドームでの第77回都市対抗野球大会2次予選では NTT 西日本戦でリリーフで登板するものの打ち込まれ敗戦投手になっているよ。また関西ローカルの深夜の TV 番組の企画でジャニーズの若手タレントに野球のコーチをする姿が放映されたよ。その後2008年からは関西メディカルスポーツ学院でコーチを務めていたよ。現在は近鉄時代に監督だった梨田正隆が代表を務める芸能事務所ブルーマサに所属、また野茂ベースボールクラブの理事も務める傍らプライベートトレーナーとして活動。大阪府内のトレーニング施設に専属トレーナーとして勤務しているよ。そしてここからはエピソードを紹介していくよ。1990年のドラフトでロッテに指名された際には学内に設けられた会場に集まっていた一般学生から落胆の声が上がり、本人もこの結果を受けて落胆した表情でショックですと発言。その模様がテレビのスポーツニュースなどでそのまま放送されたよ。同年のドラフトでヤクルトに3位指名された高津慎吾が、小池のことを考えると素直に喜べない、同じくヤクルトに外れ1位で指名された岡林陽一が、僕は別にどの球団でも良かったので小池に悪いなというコメントを残しているよ。また小池は同じ野球部で高津くんがヤクルトに指名されましたが、今は僕の分もアジア大学の名前を汚さぬよう頑張ってもらいたいと思いますとコメントしているよ。なお小池のロッテ指名拒否以降、アジア大学からロッテにドラフト指名された選手は長い間現れず、2016年のドラフト会議において同大学の宗次龍一捕手が小池が入団を拒否して以来、実に26年ぶりにロッテから指名を受けたよ。また2012年3月と8月にロッテとアジア大学とのオープン戦が行われているよ。ロッテを拒否した理由については後のインタビューで、ドラフト前に西武、ヤクルト、巨人以外ならプロ拒否と表明していて、それに理解を示したロッテがドラフト直前にうちは指名しませんと伝えてきたにもかかわらず、いざ当日になってみると強行指名したからで、ロッテだけはどうしても嫌だったと語っているよ。また後年にはプロ入りに傾いた時期もあったが、当時の新聞に小池は金を積めば落ちるという関係者のコメントが掲載されたことによって、金で動いたと思われるということでプライドが許さなかったと報道されているよ。また当時アジア大学の矢野監督はドラフト前にロッテは最も入れたくない球団と発言していたよ。指名後も12球団の中でも一番避けたいと思っていた球団、本人も相当なショックを受けていると発言したよ。また小池のロッテにだけは行きたくない発言を聞いた愛好武氏は、あんな風に公に批判をするもんじゃない、もし僕が彼の先輩だったらぶん殴ってやりますよと憤ったそうだよ。なお小池と愛好は2000年に中日で1年間だけ同僚となっているよ。千葉マリンスタジアムの登板でブーイングが起きることもあったそうだよ。小池のロッテ戦の通算戦績は8勝7敗。なおロッテの小池指名は金田監督の独断選考によるものであったが、当時はこのことは全く明るみにされなかったよ。社会人に進んでからは大学時よりも評価を落とし、小池はドラフト後のゴタゴタでいつでもどこに行ってもマスコミがつきまとって、数ヶ月間にわたり全く練習ができなくなってしまったと主張したよ。近鉄入団時には松下では誰にも世話にならなかったと発言したとされるよ。さあ今回はこの辺にしておこうか。編集してみての感想は、たとえ大学で優秀な成績を残したとしても、プロでも成績を残せるとは限らないというのは結構よくある話。ただ行きたい球団に行けず行きたくない球団に指名権が渡った場合、そこが結構運命の分かれ目だということもあるかもね。まあ入団を拒否したからといってその後もメディアがどうこうを追うというのも違う話。興味本位で人一人の人生に首を突っ込むと狂わせることだってあるからね。ということで今回はここまで。それではご視聴ありがとうございました。